はい、こんにちは。今日は家でゆっくり飲みます。明日マリンスタジアムでロッテ対楽天の試合があります。で、これを、明日、状況によっては見に行こうと思ってるんですけども、なんで見に行こうかというと、楽天の初めての胴上げが見えるかもしれないんじゃないかということで、ちょっと見に行きたいと思ってます。ただ、よく考えたら、今日楽天が優勝する確実っていうのは、唯一の条件がロッテが負けて楽天が勝つ。これ条件なんです。で、今の状況だとこんな感じなんです。改めて確認しておきますと、楽天が勝ち、この後逆転し、そしてロッテが逆転、この後逆転されて負けるというのが、今日星野監督胴上げの唯一の条件になります。現在ロッテはリードしていますが、その差が2点。一方こちら西武ドームも楽天2点差を追いかける6回の表の攻撃です。バックホームはできません。小屋のタイムリーヒットで3対2。これはちょっとこう救いましたね。はい、こんな感じになってるんで、勝つ可能性っていうのは、今日胴上げがある可能性っていうのはかなり少ないと思うんですね。そうすると明日マリンで、可能性あると思うんですけども、ただよく考えたら明日ロッテ対楽天の直接対決なんです。ってことは胴上げがある条件っていうのは、今日もしなかったとしても明日も同じなんです。もう明日は単純に、楽天がロッテに勝つ、これだけなんです。私ロッテファンですけども、やっぱり胴上げちょっと見たいんで、この間巨人の試合2日連続で行ってて、1日目負けてしまって見れなくて、2日目は、ちょっと時間の都合で、胴上げまでに間に合わなかったってことで見れなかったんで、その動画2つあるんですけども、見れなかったんで、ちょっとねパリーグにはなるんですけど、どうしても胴上げ見たいので、なんとか楽天見に行きたいと思います。見たいと思います。ってことは明日どの道ロッテファンだけど楽天に勝ってもらわないといけない。だからなんかそれを期待しながらですね、明日を楽しみにしたいなと思っています。じゃあこのまま飲み続けます。このまま飲み続けます。なんかだんだん酔っ払ってきたんで、何喋ってるのか分かんなかったですが、要するに楽天が明日どのくらいの確率で胴上げが見えるのかという状況でした。どうもありがとうございました。終わります。